兄弟たちよ、今日はロザリオの聖母という記念を祝います。聖母マリアが今日も昔と同じように私たちを守ります。聖母マリアが私たちの状態よく知っていますから。聖母マリアが私たちの母です。でも聖母マリアは教会のイメージであります。ですから今日私たちが母なる教会を祝っている、教会の中にいるように招かれています。今日の祝いは昔1500年の時代、その時のイスラム教の軍隊との戦争を記念する。ヨーロッパは本当に危ない状態に入って、イスラムの軍隊、トルコの軍隊はビンまで入ろうとしている。で、教皇様と多くのヨーロッパの聖なる団体を集まって、イスラムの軍隊と戦うように清子様自身が送りました。すごかった、兄弟たちよ。戦争に出る前に清子様ご自身が大きな十字架を祝福した。そして聖母マリアのイメージも祝福したんですね。で、その聖母マリアのイメージの下には、聖母マリアよ、私たちは憐んでください、助けてくださいというスローガンが書いてて、この二つの像、この二つのイメージがキリスト教の軍隊を導いてくれました。ロザリオを唱えながら戦いました。私たちが多分今これを聞くとちょっとつまずくかもわからないけど、その時のこと考えられないでした。今日私たちにはこのロザリオの聖母の祝日は私たちにはっきり語ります。私たちを助けます。私たちには大きな戦いあります。キリストはキリスト者に共同体に話しています。あなたと私に話しています。私が悪魔より強い方であなた方を解放したでしょ。あなた方に御言葉福音を述べ伝えたでしょ。あなた方をいろんな罪から解放したでしょ。それはそうです。すべての悪魔の武器を砕いクリス。でも悪魔があなたのこと大好きです。懐かしいです。あなたなしに悪魔が寂しい。だから戻ろうとしています。いつもあなたの魂には、あなたには、あなたの家族には戻りたいんです。あなたを狙っています。あなたと戦いに来ます。どういう風に悪魔が私たちのところにはもう一度入ろうとしますか？私たちをもう一度奴隷にしますか？あなたがキリストの技を忘れるように努めます。忘れるだけではなく、神様があなたのためになさったことを軽蔑するように悪魔はあなたを騙そうとしています。多分今の病気、多分今の問題を使っています。ああ、神様が本当にあなたを愛しているならば、今この状態ではないでしょう。今主人がこの性格、今この危機じゃないでしょう。今この病気じゃないでしょう。今お金があればでしょう。しかし今あなたが苦しんでいます、悩んでいます、不安の中に歩んでいます。だから今までの技全ては嘘でした。偶然なことだった。そういう風に悪魔があなたを狙っています。あなたを囲んでいます。あなたのところまで来ています。あなたに入るように。で、キリストは、いや違います、私です、私は復活しました、私は生きているものです、私は悪魔に勝ちました、あなたには天の国が来ました、あなたの共同体、あなたの教会は天の国です。だから今日の祝日は私たちを助けます。私たちは教会の中では聖なる団体、聖なるグループ、教会と共に、共同体の兄弟と共に戦うことができます。一緒に教会の交わりの中には、500年前と同じように私たちも戦わなければならない。悪魔と戦わなければならない。十字架にしっかり結び、聖母マリアの守り、聖母マリアのマントの下に守られて毎日の戦いに入ります。目を覚まして悪魔の偽りちゃんとわきまえて祈る、祈る。ロザリオ、主人を許したい、なかなか許せない、許したい。ロザリオと子供にはどうすればいい、何を言えばいいと、ロザリオと唱います。ロザリオ、ロザリオ、繰り返す、ロザリオ。いろんなことを考えるよりもロザリオを取ってください。ロザリオと教会の祈りと聖書、そして筆跡。